幸せなお正月が来るようにお祈りします。それでは皆さんご一緒にどうぞお手を拝借、本物の玉すだれ入ります。それお手拍子、おしん、はい、そして皆さん参加してください。本物の玉すだれは皆さん参加できます。それ揺れて揺れてみんなで、皆さん、はい、揺れて揺れてみんなで揺れて、あさてあさてあさて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 んはダウンキン玉すだれ、ちょいと返せばちょいと返せば、阿弥陀如来か釈迦牟尼か、お香に見えればお名前に。皆様方に良い幸せなお正月が来ますようにお願いします。はい、すいません、写真撮るなら今です。写真撮って、はい、あと1個あるよ。皆さんあと5秒ください。最後はね、めでたい太陽源、もしやこの中に、もしやこの中に受験生おります？はい、ありがとうございます。受験生を抱えた家族おります？皆さんぜひ見ていってください。これはね、特に受験生に見ていただきたい。四角いすだれがね、魚の体になるというめでたい芸です。だいたい近い将来というと来年の春ぐらいにめでたいことが起こります。中お入りください。最後やります。いくよ。もちろんお子だって大人だってめでたいことはあるといいよね。ひねりが入る難しい芸、切れてるようで切れてない、上に飛びます。めでたいさんだ。それではお客さんにめでたいものをこれを持つように心を込めて、はい、ありがとうございます。見事な会ができております。皆さんに見事な春が来るようにお祈りさせていただいております。写真撮れた？そして今来たお客さん、ご参拝いただきましてありがとうございます。私大道芸人山下から皆様方の幸せになって、ちょいっと返せばちょいっと返せば、海のカモメにちょっと似たり、はい、海のカモメにちょっと似たり、カモメ、海のカモメがおめえにカモメ見えるもういいですか、はい。それでは皆様方すだれ柳で終わります。いくよ、3、2、1、しだれ柳ダブルバージョン、いくぞ。はっ、よいしょ。本人柳は福招き、ささみ方の方には取り分け、大きな福がないとのことでございましょう。南京かもすだれ賞でした。どうもありがとうございました。
はい、仏の慈愛を表しております。で、閉じられた目は原爆犠牲者の冥福を祈るもので、折り曲げられた右足は原爆に打ちのめされた長崎市民が今にも立ち上がろうとしている姿を象徴したものでございます。で、重さ30トンの青銅でできておりまして、台座が4メートル、高さ10メートルございます。で、この像を作った方が長崎県南島原出身の北村聖望でございまして、我が国彫刻界の重鎮でございました。で、3000万円の費用をかけて作られております。で、亡くなった方々の中には全く身元のわからない方とか、一家全滅された方もございまして、でそちらの方々は左に駐車場がありますけど、奥のですね、丸い屋根の建物、あちらの無縁仏の納骨堂に安置してございます。で、亡くなった方々は、水が欲しい、水が欲しいとですね、最初に水を求めましたので、下の方からはずっと24時間水が湧き出しております。はい。で、平和記念像という字は漢字で書いたら、記念像の木というのは、祈願、記念の木じゃなくて平和を祈願するということで祈るという字がですね、使われております。はい。じゃ次はもう向こう